日本が今日のように科学技術を発展させ得た根底にはこのような努力の積み重ねがあり、またそのためにはそれを支えた多くの外国の学者、技術者の協力があったことを忘れることはできません。長年にわたり全世界の科学者を対象として数多くの受賞者を顕彰し栄誉を称えてきた日本国際賞ジャパンプライズ。その出発点は1980年代初めに遡ります。我が国にもノーベル賞並みの世界的な賞を設立してはどうか、時の日本政府の構想に対して松下幸之助が私財をもって答えます。1982年11月、賞の運営母体となる国際科学技術財団が発足します。そして1983年10月、日本国際賞の実施に関し、関係行政機関が協力を行うものとする閣議了解が行われました。日本国際賞はいよいよ本格的に動き始めたのです。日本国際賞創設に込めた松下幸之助の思い、それは翡翠の志に表されています。人類の平和と繁栄は私の終生の願いです。この願いと気を同じくする理念のもとに日本国際賞が設けられ、我が国として国際社会の発展にいささかなりとも貢献しうるようになりましたことは誠に喜ばしいことです。現代の科学技術の進歩は実に目を見張るものがあります。今日の人類の偉大な文明はこれにより築かれてきたと言っても過言ではありません。しかしながら今日においてもなお解決を要する幾多の諸問題が存しており、周知を結集する必要性は一段と高まっていると言えるでしょう。このような状況の中で我が国が国際的な視野に立って科学技術の分野で人類の平和と繁栄に著しく貢献した人に対しその業績を称え、これを顕彰することは意義の深いものがあると考えています。この賞が世界的権威ある賞として広く世界から認められることを心から願っています。科学技術の進歩が人類の平和と繁栄へとつながっていくこと、この松下幸之助の強い願いこそが日本国際賞の基本理念です。そして1985年4月20日、当時の皇太子殿下、妃殿下をはじめ各界の代表者が参列し、第1回の授賞式が盛大に開催されました。日本国際賞ジャパンプライズはその輝かしい歴史の第一歩を歩み始めたのです。日本国際賞の候補者は毎年世界各国の学会有識者から推薦を受け、審査部会審査委員会において厳正に審議されています。研究自体の独創性はもちろんのこと、その成果がいかに社会に貢献したか、この点を重視するところに日本国際賞の大きな特徴があります。物理、化学、工学、生命、農学、医学など
すべての科学分野にわたり、現在に至るまで世界中から数多くの受賞者が選ばれています。We're entering an era when all the world's information is available at our fingertips through mobile, portable, and fixed devices of all kinds. Science advances through information sharing and replication. New discoveries will emerge from the internet's fertile digital soil and collaboration with artificially intelligent partners. I am very grateful for the recognition given by the prestigious Japan Prize.It is awarded not only for scientific accomplishment, but also for making the world a better place to live through science and technology. Research was started by the fact that the nature is rich in the world, and if you can get a cooperative cooperative with the nature, it will be a役に立つと思ったからです。私が発明したネオジム磁石は携帯電話やデジカメ、ハードディスクなどの機器の小型化、高性能化を実現しました。またハイブリッドカーや省エネエアコン、風力発電機などに使われて地球温暖化防止に大いに役立っています。社会の真のニーズをつかむことの大切さを私の後に続く若い研究者たちにメッセージとして強く訴えています。ジャパンプライズの歴代受賞者の業績はまさに科学技術の進歩がもたらす人類の平和と繁栄の歴史を映し出しているのです。国際科学技術財団は日本国際賞の顕彰事業に加え、将来を嘱望される若手科学者への研究助成も行っています。優しい科学技術セミナーは次世代を担う子どもから大人まで多くの方々を対象に、講義や実験を通して科学技術への関心を育みながら、その素晴らしさを分かりやすく伝えています。その他、ストックホルム国際青年科学セミナーへの学生派遣など、全ての活動が日本国際賞の基本理念に基づいているのです。ジャパンプライズはこれからも科学を通した人類の平和と幸福を追求し続けていきます。